虚構だよ。あ、いたいた、君だよね。今日来るって言ってたアルバイトは。え、アルバイト、アルバイトって。え、私、話聞いてるはずだよね。公共設備の重力燃料補給アルバイト。早速、噴水広場で燃料切れだって連絡来てるんだよ。重力燃料？噴水広場？新米アルバイト。とにかく説明は現場でするから、噴水広場で急いで。噴水広場分かってるよね。ほら、地図もあるから。用意がいい。私、アルバイトしてたの？覚えてないけど。はい、地図。地図なんで持ってんだよ。すごいな。お、トロフィー。オプション、マップ開く。ほー、すげえ。マップ。その赤いとこ？ん？待って。ここが目的地か？自分どこだ、これ。どっち？ん？ストーリーミッションのアイコン。あ、これか。これがストーリーミッションか。オッケーオッケー。これが次の目的地。チュートリアル。ジェムがいっぱい。突然知らない男の人にアルバイトと勘違いされちゃった。街の地図をくれたのは助かるんだけど、燃料がどうのこうのって何のやら困ってるみたい。記憶がないって言い出しにくいし。噴水広場に行ってみる。マジか。流されやすいな。わかったね。噴水広場だからね。もう急ぐから。先行ってるんで。はい。このグラビティデイズってさ、結構あれかな、ミッションをクリア型のゲーム、オルドノアが言えなかった。オルドノアだってさ、こんな感じのゲームなんだ。待って、君行くかい？行くかい？坊ちゃん。最高。空へ行こう、空へ。子供が空に。ちょっと待って、どうだった？大丈夫？子供どうした？子供大丈夫か？どこ行った？子供。あー！やばい。俺死ぬ？これ死ぬ？痛い！でもダメージゼロだ。ダメージゼロだ。え、でもどうなったんだ？子供どうなったんだ？子供。でもちょっと子供はちょっと気が引けるんで、ちょっと大人でいいか。ほら、一緒に行こう、一緒に。うやひぃなに？え、待って。なにこれ？なんか制限があるの？なに？寄り道なんて知られない。はい。え、死のいらっしゃい。今来たさいらっしゃい。いきなりもらう。ふわー。行こう、一緒に行こう。一緒に行こう。一人は寂しいよ。でもこんな感じのゲームなんだ。巻き添えが楽しいな、すごい。あ、いるぞ。うわー。なんでこいつ動かないんだ？なんだこいつ。無敵か？こいつ無敵か？ミッション開始してよろしい。はい。なんだよ。ランチャイランチャイ。はぁ、じゃあ、まずは重力燃料採取から。宮城さんいらっしゃい。キングオブコント面白かったよね。重力燃料採取って。うん、君本当に話分かってないみたいだね。空中に浮かぶプレシャスジェムを、採取機で集めて重力炉に入れる作業だよ。何それ、プレシャスジェム。これ仕事だから。アルバイトといっても遊び気分じゃ困るんだよ。責任持ってやってくれないと。やります。採取機持ってないって言ってるけど大丈夫。ジャンプ OK。 ジャンプできんじゃねえか。え、これ街中の人に見えてんの？これこれあれだよね。飛べる人しかできない仕事だよね、これ。一緒に行くか？行こう。うやい！バイバイ。バイバイ。あの人どうなるの？飛んでた人どうなるの？ちょっと面白いんだけど。あ、ちょ、集中しよう。巻き込まれた人は、どうなるの？生きてんのあれ。ちょっとわかんないんだけど。みやこさんいらっしゃい。巻き込まれた人間は無事帰ってこれるの？あれ。めっちゃ不安なんだけど。で、止まって。で、これあれだね。結構酔いやすい人酔うかもしれない。ごめんね。酔いやすい人。酔ってしまうかも。どうだ。あと何個？で、こっか。死ぬのかな？巻き込まれた人死ぬのかな？だって、ふわーってさ、連れてかれるよ。どこだ？行きましょう。どこだ。あったあった。よし行こう。周りの人たち。チュートリアル熱いか。マジっすか。ありがとうございます。
いや面白いな。まさかこれね、あの空飛べるってのは知ってたんだけど、やる前からまさか周りの人まで飛ぶとは思わなくて、これは楽しいな。俺の予想をはるかに超えた神ゲーだったよ。まさか周りの人間も一緒に飛ぶとは。ないちょ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 っと、あ、どうなったの、どうなったのどう、わかエネルギー、エネルギー切れるの結構早いな。このエネルギーの量とかも後々増えんのかな、これ。いえー、激突だ、激突。やっぱ本編と違う楽しみ方をしてしまう。あれ反対側、あ、これで全部。ちょ。プレサスジェムを入れる、どこにどこに、ちょっと、ボン。ちょくちょく頭から落下するけど大丈夫か、この子。顔面から。この落ち方してたらね、それは記憶もなくなるわっていう。はえー。OK。ん?もう一度アクティブにしますか。プレシャスジェム、はい。あ、この中に入れていくことで、ストーリーどんどん進行していく感じ?へえ。これで水が出んの?ええー、サイコパス。すごい。卑猥な像だ。あ、やった。設備動き出した新たなチャレンジが。いや、君大したもんじゃないか。採取機も使わず、プレシャス全部集めちまうなんて。その能力、アルバイトのままじゃもったいないよ。あれか。普通の人間は採取機っていうのを使って空中に浮いてるやつを取るのか。すぐ上司に掛け合ってみるから、正式に社員として働かないか。君なら、燃料補給課の即戦力になれる。うえー、めっちゃ褒められてる。私は何ならアルバイトなんで。もったいないな。とりあえず今回の給料として、プレシャスジェム3個持っていけなよ。プレシャスジェムって通貨としても使えるのか、これ。今来たぜ、いらっしゃい。初任給って感動的だろ。もし真剣に働きたかったらいつでも行ってくれよな。ありがとうございます。これってもともと私が集めたものじゃ。給料なのこれ。あ、能力強化できるようになった。マップ開く。前田刑事、いらっしゃい。能力強化ってどれ?これかな。基本能力、重力エナジー持続力、重力変化時の重力エナジーの持続力、プレシャスジェムを消費することでレベルアップできます。長時間浮遊できるって。これ、これを上げればいいの。でも3つしかないよね今ね。ちょっと待ってよ。基本能力、格闘能力、キック、四角でのキック攻撃、連続ドスと連続攻撃になります。回避アクション中に押すとカウンターキック。プレシャスジェムを消費することでレベルアップ。レベルアップするとコンボ数や攻撃力。で、重力グラブ。丸ボタンで物体や人を浮かせる。運ぶことができます。浮かせるときに丸ボタンを押すと物を投げることができます。プレシャスジェムを消費することでレベルアップできる。レベルアップするとグラブ可能な数が増えます。最大5個。また投げたときに相手に与えるダメージ量が増える。へぇー。なるほど。必殺技とかあるんだ。基本能力。あ、これあれだね。あ、ごめん。下にあったのか、いっぱい。見てなかった。なるほど。基本能力、エナジー持続力、体力、重力エナジー、回復。回復か。落下速度、バツボタンを押し続けると速度を上げることができる。速度を上げて蹴るみたいなことか。人投げまくりたい、俺も。思った。キック。キック150。重力キック。四角ボタンで重力キック。回避アクション150もいるよ、これ。連続で出せるようになる。スライダーキック。重力スライド中。何それ?あ、重力スライド。200。L2 ボタンと R2 ボタンを押し付けると重力スライドができます。まあ、こんな感じか。とりあえず全部見たね。あ、ここがありがとう。夏希に、さやいらっしゃい。で、ちょっとじゃあ、あ、押し続けて、レベルアップ。壮大な。で、いいのか。OK。ねえ、だからこれ取り放題なんでしょ?いろいろありすぎて疲れちゃった。落ち着けるところを探そう。はい、マップ開く。トロフィーが着々と。ん?チャレンジミッション。情報キャラクター。自分では気がつかない真実。ん?で、あ、キャラクターがいるよってことか。マップ開いて、チャレンジミッション、チャレンジミッション。
チャレンジミッション。どこか落ち着けるところは。まあ、いっか。ポストカードに会える区分に、ミルクいらっしゃい。マップ見やすくなってる。あ、そっち待って待って待って。あれだ。このね、モーションセンサー。これを、切ればいいんじゃないかな。これ切ればなくなるよね、多分ね。これで、飛んでる最中とか、オッケーオッケーオッケー。なくなったね。よしよしよし。待って待って。L1、L1 で戻す。よしよし。で、丸ボタンで、丸ボタンで持ち上げて投げる。あれ？ちょっと待って。ちょっと待って。どうなったんだっけ？あれ？どうやってやるんだっけ？ちょっと待ってよ。あ、人投げれないんだ。え、嘘。ちょっと待って。人投げれないの？この重力グラブ。だって、浮かせてる時に丸ボタンを押すと。あー、ダメか。人間投げれないのか。チェー。おばあさん。人が、あーいで。人が。犬が、うわー、すごい迷惑これ。あ、でも猫は飛ばないんだね、あっちの猫は。うわー、なるほど。犬が、ごめん。あ、着地した。慣れてる。パンチパーマーに、ルソーに手いらっしゃい。ハーティーいらっしゃい。はぁ、話聞くか。面白。ちょっといいかしら。言いにくいんだけど、あなた、ちょっと匂わよ。ちゃんとお風呂入ってるの。急に辛辣な。そんなバカな。くんくん。はぁ。髪もボサボサ。服も泥だらけだし。一体何してるの？女の子でしょ。ちゃんとした方が。お風呂に洗濯もしないと。それ以前に寝るところすらないや。どうすんの？あれだよ、給料全部使っちゃったよ、3つの。あ、でもいっぱいあるじゃん、グラビティジェム。何？じゃ、給料とか自分で稼ぎ、あ、ごめん、いっぱいいる。ごめん。巻き込んだ人はもうどうでもいいや。とりあえず、これを集めていけばいいんじゃないの、どんどんね。これ1つで、あ、でも1つ取ったら20になったよ。ん？今2つで20なのか。ちょ、待って、どうなった今、これ。夏以来じゃない。匂うとかそんなレベルの話じゃない。何日間入ってないのこの子。ちょっと待ってよ。あれを取るとなんか嫌って聞こえる。大丈夫？21。なんで21。1個なのか。1個のと1個じゃないやつがあるのか。あ、大きさによって獲得数が変わるんだ。マジか。取るときちょっと見てなかったからな。それか。なるほど。話しかけた人はもう話、ちょっと待ってよ。話しかけた人はまた話しかけれるのかこれ。あ、一応話しかけれるんだ。でも一回話しかければ消えるんだね。話しかけマークは。歌丸いらっしゃい。チャレンジミッション。タイムリミットバトル。タイムリミットバトル。ちょっとやってみようか。これ多分メインのミッションじゃない。おっと？制限時間内になるべく多くのネビを倒そう。一定戦争を超えると、時間延長するぞ。はい。倒せばいいの？普通に蹴ればいいんだよね。重力キックの方がいいのかな？あ、でも硬い結構。これ今10秒増えたってこと？いや、スコアが10か。建物上とかも見ていこうね。これ蹴った方がいいのかな？あ、時間延長。ひたすら蹴った方がいいみたいな。どこだ？あ、いた。ちょっと酔いそうだな、これ自分で。自分で酔いそうだな。ほら。待って。そうか、横になってる時もあれか、減るのか。さっきチュートリアルで一切減らんかったから。あ、ちゃやっぱ。へい。あ、でも時間永遠と伸びていくから永遠できるんじゃないこれ。カウンターキック盛り混ぜるとなんか。待って。カウンターキック。間違えた。カウンターこれか。あ、なるほど。これがカウンターキックだね。ああ、いいぞ。かっこいい。すごい。飛び蹴りみたいでかっこいい。
カウンターキック、新たなスピード、やべ、ボス戦とかもじゃあるんだね、絶対ね。通常のキックより威力高め、なるほど。いや、カウンターキックを主軸にした方がいいのか。なるほどなるほど、ありがたい。ちょっと降りて、でもちょっと操作忘れるな、忘れるというか、わからんくなるな途中で。待って、なんかすげえのがいる、待って、何何何何こいつら、降りて、待て待て待て、ちょ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 、待て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 、カウンターキック、待て、後ろしか、こいつらあれか、こいつら背中しかできないやつか、背中しかダメージ食らわんやつ、やっぱりあの赤いとこだけを狙い、いや超これやばいな、酔いそうだな、ちょっとこの街灯邪魔だな、すごい光ってるところか、待ってよ、これなんだ、回復するアイテム、キープ、なるほど、じゃあ飛ばなきゃいけないんだな。なんかすごいゲーム、そうだね、すごいし、あのちょっと酔いそうです。でこいつちょっと狙うとき酔いそうだな。 L1 で降りる、 OK、 ねえ、見ようになったら噴水で洗えばいいよね、やば、これスコア660だけど、どうなんだこれ、多分少ないよね、重力グラブで物投げするの楽しい。こいつらは投げれないのか。まあいいや、とりあえず終わっとこう。680。これは新記録。あ、でも宝珠300。ちょろくね。え、ゲットゲット。あ、ここまで、銀までゲットしたってことか。なんだなんだ。いきなり300もらったのかと思った。あ、動画ね、ちょっと画質な悪い方は、あの、アベマ TV 行ってね。で、300に増えた後。違う。待って待って待って。操作が。この中に入れれないのか。待って、タイムリミットバトル。これはもう終わったってやつ。で、300溜まったんで、まあ、いろいろできるんじゃないの？ちょっとあれだね。エナジー持続力上げたいな。体力。落下速度。違う。操作が。キック、重力キック、回避アクション、スライダーキック、グラブ。ちょ、エナジー持続力上げとこうか。いっぱい飛びたい。OK。OK。あ！すげえ。これ以上はレベルアップできません。ストーリー、サイドミッションクリアしたり。街の人々からの評判を良くしましょう。評判評判無理だよ。だって俺が何人の人間を殺したと思ってるんだ。無理でしょ、こんなの。積んでるわ。何人街の外にぶっ飛ばしたか。無理無理。言って先にそれ。評判システムがあるなんて。マジか。エナジー回復速度も上げとこうか。もうマイナス以下だよ。悪評しかないよ。もう。どんだけの人間を壁に叩きつけたか。ねえ、おばあちゃん行こうっつ。おばあちゃん行こうっつ。言って言って。とりあえず上げれるもん上げとこうか。OK。体力と回復量と落下速度上げた。んで、あれだな。ミッションやる前にちょっとあれやりたいっすね。ほんと？かなでいらっしゃい。呼べてなかったらごめんね。ちょっとね、あれですわ。楽しいっすわ、このゲーム。ちょっと待ってよ。これ。街の情報。OK。あの人どこにいるんだ？マーカーをつけたのか。下？下にいんのか、あの人。盲点だよ、盲点。下にいるの？うぃー。自由落下。自由落下すぎるんだけど、いい？ちょ、アッパ。待って、話を聞きますかじゃなく、そんなところじゃないじゃん。なんで？あの状態で、どんな話聞くんだよ。L。話聞きますかじゃなくて。子供倒れてる。子供が倒れてる。あ、大丈夫、子供大丈夫。あ、子供が、まあいいや、話聞こう。ジルからして、スミカをやられちまったよ。クソ、政府に保護なんて期待できやしねえし、俺もとうとう穴蔵暮らしの仲間入りか。穴蔵に住んでる人もいるんです。評判が下がる。
あ、そうか。これからどうしようと思ったけど、あそこに混ぜてもらえばいいんだ。私も連れてってよ。いや、ただでさえ狭いのに勘弁してくれって。よそ者が入り込む隙なんかねえよ。穴蔵？え、じゃあダメじゃん。どうすればいいんだ？あ、でもあれか。次の目的地あるじゃん。ストーリーミッション。エピソード3。甘い生活。いろんなことがありすぎて疲れちゃった。どっかでゆっくり休みたい。あ、なるほど。これでマーカーつけたんで。なるほど。赤いのがストーリーだね。オッケーオッケー。とりあえずストーリー中心にやっていこうか。で、ちょっと暇になったら、あれだね。サイドミッションやっていこうか。話がね、知りたい。すごい。このゲーム。あ、近場にあったな。すごい。ちょっと遊ぶのに夢中で。あれだったわ。遊ぶのに夢中で。この人、モヒカンじゃねこの人。おじいちゃん、おじいちゃん、ちょっとおじいちゃんをちょっとおじいちゃんをちょっとおじいちゃんダメだ、おじいちゃんダメだ。いや、このゲーム楽しいな。おじいちゃんがどっか行った。ここありがとう。いや、楽しいなこのゲーム。あ、でもあれだ、もうちょっと切れてないなこれ。はあ、知らない街で生きてるとね、なかなかしんどいよ。せめてシャワーでも浴び。え？あ！うわあ！落ちた。あ、でも飛べるよ。コロコロコロー。コロ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 ー。おむすびじゃないんだから。コロ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 ー。うわあ。あ、うんぐ。かわいい。いででで。はあ、なに？あ、穴蔵暮らし。これはなかなか。ここのモーションセンサーは切れないんだね。常にコントローラー動かすと動く。酔いそう、ちょっと。ひらめいた！ん？このくらいあればいけるか？うん、しっかりしてるし、いい感じ。なに？ヒップ！よっ！なるほどね。そういうわけが。死者もいらっしゃい。住処にするんじゃない？ここ。一人暮らし。決めた！今日からここは私たちの家ってことで。いいのかそんな。公共の施設じゃないのかこれ。あ、エピソード3、甘い生活。部屋を作る家具を集めよう。あ、住む気満々だ。どんな部屋にしようかな。まずは家具を揃えないとね。と言っても、さてどうしよう。ダースはどんな部屋にしたい？ダース喋んないね。インテリアに興味なしか。インテリアってか、お、悲鳴が。ん？悲鳴？誰か助けておくれよ！ミクイラじゃん。これ下水だよね。ん？今おばあさんの声助けてって聞こえたよね。にゃー。どこだろう？急いで助けに行かなくちゃ。はえー。ん？あっち？え、ここで暮らすってこと？この中か？ん？待って。俺この中行きたい。何？何？なんだと？え、何？ちょ、まあ、行くか。そこに立っちゃうの？ここ？ここから呼んでる。あ、ちょ、28メートルどこだ？あ、あっちか。浮いてた。どこ？やべ、マジ酔いそうだな、ちょっと。待って、L1 ボタン、通常の重力に戻す。はい。あ、そっちが地面だったのか。もうわかんなくなったな、もう。なんか浮きすぎてわかんない。え、ちょっと待って。ババアを助けろ！間違えた。素手間違えた。おら！助けておくれよ！おら！どうした、ばあさん。間違えた。おばあさん大丈夫でしたか？もう怪我はないから、安心して。は、あんた大したもんだね。命の恩人だよ。ありがたや。へんてこな格好してるけど、すごい子なんだね。へんてこな格好？失礼な。お家はどこかな？家？あ、もう大丈夫。家くらい一人で帰れるよ。帰ったらあの鬼嫁に行ってやらなくちゃ。年寄りに使わない。ん？椅子を捨てて来いなんて頼んでさ。危なくネビーの餌になるとこだったよ。それが狙いでは。ん？椅子を捨てる？チャンス！あのばあさん、それ、手伝いましょうか。私持ってきますよ。なんだい？椅子持っててくれるのかい？まったく、ちなみに来たら何だと思ってるのかね。わえ、朝から晩までもっと働いて。話長そうだな。椅子持って逃げよう。椅子持って逃げよう。ぬすっとだよ、ぬすっと。ひどい話ですね。この辺で。これいつもらっていいの？やったー！オッケー。あ、じゃあこれ持ってきますね。待って。重力グラブで、
一緒に持って一緒に飛んでいくのか。うわー、あ、いいぞいいぞいいぞ。小刻みに、ここ小刻みに、うわー、お、すごい、目的地にポイって、やった、椅子が、あ、そこに置くんだ、素敵。今度はどうしようかな、かかわ集め楽しい。あんま置けないけどね。でもとりあえず誰かに聞いてみるか。はーい。で、マップ開く、アイコン探してナビゲーション開始。はい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 。これでね、選んで、ん？選んで丸ボタンを押すとナビが落ちてきた。マンホールを逆に戻れば広場まで近道かも。どこ？ここ？待って、ちょっとマンホール使って移動。はい、コロコロ落ちてきたもんね。お風呂どうするんだろう。噴水じゃない、やっぱり。あの人に話聞けと。ちょっと便利便利。インターフェースが便利。話聞く。イケメンだ。机にかじりついて学ぶことなんて、結局は意味がない。自分の目で見て、耳で聞き、触り、感じることこそ必要なんだって、やっと気づいたんだ。悟ったな。俺は机を捨てる。自由な旅人として生きる。これは精神の死だ。あー。机捨てるんですか？もらっていいですか？欲しいなら持ってってくれ。広場の裏にある。俺は、風の吹くまま気の向くまま自由に生きる。試験なんてクソくらえ。あー、やった、ラッキー、大事に使います。やったぜ、もらったぜ。どこだって、路地裏だってさ。なるほど。ん、広場の裏。あー、なるほど。え、飛ばなきゃダメ。でもあれだね、歩いて街移動するのも結構楽しいかもね。さっきからあれですね、人に迷惑かけまくってるんで歩いていこうか。ニャンパといらっしゃい。コレクション部分楽しいよ、すごい。楽しい楽しい。だってさ、これだよ、だって。楽しいでしょ、こんなの。あ、あっちか、よしよし。行こう行こう。ちょっと警察とかどっか行ったけど。この付けもらった、やった。楽しいにも程があるでしょ、待って。かわいいやつじゃないか。やったぜ。飛びまーす。16スライドで突っ込むの楽しい。ちょっと待ってよ。16スライドも使ってみたいな。ちょっと待ってよ。あ、待って。あ、丸ボタンで浮かしたものってずっとあれなんだ。ゲージ消費なしで持っていけるんだ、これ。へえ、なんだなんだ。そうなのか、そうなのか。え、ちょっと待ってよ。これ、ま、村人もあれですか？持っていけるこれ。あ、くそ。村人は浮いたままになるのか。なるほど、なるほど。これが16スライドね、これ。すげえ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 。なんか街中を滑ることできるんだね、これ。へえ、これ楽しい。これね、同乗しするとね、これ。あ、すげえ楽しい。ちょ、なに？ん？ん？あ、びっくりした。画面が一瞬止まった。すごいすごい。スライドってそういうことか。街中を滑ることできるんだね。なんかね、ちょっと傾けたみたいな感じになってるもん、画面もね。ちょっと傾いた感じになって、世界が傾く。私はそこを滑る。わぁ。なるほど。できることいっぱいあるな。ワンピースのアルビーダ。あ、確かに。ねえ、トゥルトゥルの実の能力者だもんね、アルビーダ。でもあれだね、なんかオープンワールドみたいな感じなんだね、このゲームね。結構街が、なり、なんでこけた今。足腰弱いんですか？一緒に行きますか？いや。今、嫌って言ったけど、気のせいでしょ。人が空を飛んでる。物騒な世の中ですよ。入る。人が飛んでる悲鳴が聞こえる。あ、イメージ湧いてきた。自分の部屋ってワクワクする。やったぜ。あ、これでベッドもあればゆっくり眠れる。でもお風呂が、ちょっと。とりあえず誰かに聞いてみよう。はい。またか。この下のは何だろう？ん？うん、これはそうでしょ？ちょ、待って。ん？旧市街。ワン、ワープマンホール。左のあれに行けないぞ？なぜだ？左、あ、行けた。情報キャラクター。オッケーオッケー。ワープマンホール使って。コントローラーの効きが悪いのかな？左が押せなかった。やりすぎらっしゃい。落ちた人はどこに？わからん。ワープして帰ってくるんじゃないですかね。重力スライド！ふわー！
どけいどけ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 ばあさんどけどけいひどいひどいぞ。話聞きますか。はい、いいでしょう。話聞きましょう一緒に。浮きながら話聞けないのか。なんだなんだ、浮きながら聞きたかった。あ、キトゥン、キトゥンじゃないか。ほら俺俺ん、キトゥンって誰。テリとドリーいらっしゃい。ん、お調子者の警察官。私キトゥンって私のこと。そうだよ、他に誰がいる。いつも黒猫について回るキトゥン、あーみたいな女の子がいるって町の噂になってて。あ、キトゥンってあれだ、本名じゃないんだ。どうせ自分の名前も覚えてないんだろ。俺も今日から君をキトゥン、そう呼ぶ。俺のことは指導って呼んで。強引な人だな。確かに名前がないって困るよね。響き気に入ったし、いいかも。かわいい、キトゥン。イメージとぴったりだと思うよ。ところでさ、ちょっと聞いてくれよ。すげえ怖まてのボスに引っ越しを手伝えって命令されてさ、それも一人でベッド捨ててこいって言うんだ。やったー、くれた。マズレといらっしゃい。子猫と呼んでる、子猫ちゃん。本当に困るよ。こういうの、職権乱用だよな。本当重くて、無理無理。あ、ベッドいらないの。それもらう、私ベッド。どこにある？欲しいの？この先の町工場の、町工場か。脇にとりあえず置いてきたんだけど、運べる？オッケー、任せて。素敵な名前も気に入ったよ。ありがとう、シド。もういいや。いろいろあったけど、もういいや。キティが、言語なの？語源なの？キトゥン、俺ってことで。目の前で人が、目の前で人が迷惑かかってるけど。あ、消えた。ね、なにこれ、一定のダメージを与えると消えるってことなのこれ。なんか一定のダメージを与えると消えるな。この人たちは本当に実在してるんでしょうか。あ、でもあれだな、ああいうジェムとか取るの楽しそう。いっぱいジェムがある。ふぅ、オッケー、これは一つ一個か。大きいやつ欲しいな。寝る方おやすみ。え、なんか普通に普通に、あ、ちょっと待って。普通に敵がいる。待って、ま、え、ネビーのコア。目玉のようなコアが存在します。弱点です。コアを攻撃、破壊すること。普通にいた。びっくりした。なんかのオブジェかと。ばあ、やばい。おら、ケツが弱点だろ、お前。知ってっぞ、俺。おら、ケツを出す、ケツを。ケツを出せ。あ、オッケー。オッケー。この緑は体力回復なんですね。待って。あ、じゃあパス。指導のせいなのこれ。待って、回避アクション、回避アクションで避けた方がいい。とりあえず周りの雑魚をちょっと倒す。あ、でも、あ、ダメか。地上の蹴りでは当たらん。この雑魚たちを倒そうかな。あ、ダメだ、まずあいつを倒さなきゃダメだ。待て待て、浮いて浮いて、しか大丈夫、見てしか。オッケー。オッケー。蹴りで。結構いるな。指導が引き金になってるって言ったの。え、あいつが呼んでんの？そういうこと？そういう引き金？マジか。トラブルの時いつもなんか変なこと言ってくるみたいな、そういうことじゃなくて。ガチであいつなの。あいつがきっかけなの。飛んで。操作をちょっと慣れなきゃな。時々分からんくなるな、自分が何やってるのか。 L1 で戻る、 R1 で飛ぶ。基本を基本を覚えていきたい。で、地上では回転蹴りが強い。普通の蹴りより回避蹴りの方が強いと。あ、オッケー、これで運べる。今北さんいらっしゃい。ピクミン、ピクミン、黒ピクミン。ん、どれだ、ベッド。ん、ん、あ、ん、ん、あ、これベッドって、え、待って、これベッドって荷台じゃないのこれ。え、コロがついた荷台では。あ、マジか、ベッドってこれなん。ベッドにつまずいて人が、あ、これベッドなん、わからんかった全然。あれ、ベッドないじゃんと思って。俺が知ってるベッドはあのさ、あのふかふか感があるかなと思ったら一切なくてびっくりしたんだけど。あ、そうなん、行くしか。でも自由に、子供子供が、まあしゃあないでしょ、子供
自由落下した。あ、でも、待って待って。キック。オッケー、ジェムゲット。バツを押す。あ、そうか。バツで加速か。そうかそうか。言ってたね。で、飛んで、加速。オッケー。で、こっち。加速。加速して、落下して、よし。で、ここに持ってくると。アイスさんいらっしゃい。オッケー、ベースは完成。これもっといいとこに住めんのかな。おい。お、ぬいぐるみだよ。かわいい。すごい、安らかな顔してる。あ、街灯盗もうとしたのか、こいつ。あの街灯盗もうとしたの。怒られてる。なんかコソ泥になってない？仮暮らしのキトッティみたいな。その時の私は自分だけの家を手に入れた喜びを突き動かされ、手に入れるだけの家具を集め続けた。そして、あ、お風呂まで、ふんふんふん、セクシー。替えの服ないんじゃないの？大丈夫？花ないらっしゃい。お、なんかなんか片付けられない部屋になってる。ダメじゃん。私のお城の出来上がり、ゴミ部屋になったよ。あ、ベッドが。うわぁ。物事には秩序が必要であり、インテリアの基本は整理整頓であると身をもって知ったのだ。あ、クロノスようやく住処を手に入れた。土管の家ではこれまでの進行状況のセーブを、セーブ一度見つけた不思議なマンホールにアップすることができます。セーブデータには主人公の能力や集めたプレシャスチェムが保存されますが、進行中のミッションは最後のオートセーブ状態が、ほいほい。不思議なマンホール。一度見つけた不思議なマンホールは、土管の家のワープと同じように、他の不思議なマンホールや土管の家に移動することができます。なんか、ショートカットみたいなことかな。とても便利です。不思議なマンホールの入り口は街の至るところにあるので、積極的に探してみせましょう。見せましょうってなんだ。咲かせましょうみたいな。でも最初の状態に戻ったのか、ほぼ。甘い生活。甘かったかな。家入りま、あ、家入れる？あ、すごい！すげえくつろいでる。質素だね。着替えとは？なんだこれ、DLC コンテンツか。なんだこれ、なんだなんだなんセクシー女スパイみたいなのあるよ。くそ、待って、メインミッション101夜をクリアするとこのミッションに、何、サイドミッション、殿方ごめん遊ばせ、なんだと、サイドミッションやんなきゃ。これはサイドミッション、駒使いの日記、サイドミッション、ゲームの規則、なんだなんだ、くそ、やりたい。てかこれコントローラー、これさ、このブレを消す方法って誰か知ってません？このブレってどうやっていけるんだこれ。一秒見るやつ好き。ワープ、セーブ出る。ちょ、セーブしとこ、まず。まだセーブいくかもしれない。今データ切れたら、全部消える。ストーリー進めなきゃダメ。ダウンロード、これも、これ課金なのこれ。そのサブイベが課金でできるみたいなこと？やだよ。やだよ、課金は。ワープマンホール。ワープマンホールでいいか。PS4 で DLC 込み。DLC 込みなの？じゃあいいの？これさ、設定でさ、このモーションセンサー切ってもあの画面では揺れちゃうの？あの揺れがさ、すごいなんか、来るんだけど。酔いそうになるんだけど。ダメなんこれ。PS4 版はあの、モーションセンサー切れるとかないのかこれ。一応ゼロまで、マイナスまでやってるんだけど。これだけか設定できるの？上下、左右、コントロールスピーカー。あー、ビータの時揺れる。そうそう。あの揺れるのがさ、なかなか来るっていう。んで、ここまで来たじゃん。あ、話せる人がいる。街で買い物とかできないの？浮くかい？浮いた。中の人も浮くんだ。あー。どう？浮いた感想は。まだ浮いてるし。よ。